どうもゼワリーサです。はい、君が2つ入った卵を探し求めてコストコの会員登録しちゃいました、チカです。2人合わせまして生がでっかい道のザワチカです。よろしく。はい、そしてですね、今回からまた新卒の子が1人入ってくれました。その子の名前はオダッチです。よろしくお願いします。どうぞ。オダッチです。どうも、生がでっかい道の動画も見てくださってたっていうことで、本当に一人でも多くの方に届いてたっていうことが、ね、嬉しいですね。大ファンだったらしくて。はい、これからは生がでっかい道メンバーの一員として様々な動画に挑戦していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、というわけで、我々がこの夏考えている企画がこちらになります。ドドン。はい、法務省コラボおにぎりアイディアコンテスト、ごたこうぽぽい、あと酪農体験など、本当に非常にコラボ案件が多い内容となってます。何かやってみたい企画とかありますか？そうですね、私は北海道生まれで、アイヌ文化にちょっと興味があるのでやりたいって感じがします。いいね、はい、アイヌね、あのウポポイね、はい、もうイランカラプテとかね、やっちゃう。はい、ということで、これからもあのこういう面白い企画あるよだったり、こんな企画やってほしいとか、そういう意見があれば、あのコメント欄やなんかいろいろとご意見ください。はい、お願いします。何でも基本的には受け付けてやっていきたいと思います。はい、あ、コメントといえば、コメント反応動画第2弾、今からやっちゃっていいですかね。ん、もう締めのタイミングというか、え、まあいいけど。というわけで、オダッチのコメント7000。わー、知らない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 ぞ。マジ、え、もうオダッチが選んだってこと、これは。そうです。マジ。はい、今までの生な動画を見て、私が感銘を受けて涙腺が崩壊しかけたコメントを集めましたので、そんな、第7位から発表していきます。第7位、はい、極寒ワカサギ釣り。おー、チカちゃんカップラーメンと鍋焼きうどん両方食べてたね、かわいい。揃いながら、まあ、北海道弁だよチカちゃんって、ね、確かに塩ね、こう、はい、ワカサギについてる塩をこうなんかほどって食べてて、それが実は北海道弁って気づいてなかったチカちゃん、ね、全然気づけませんでした。さ、他のコメントでもさ、あのご飯の言い方のイントネーションが違うとかさ、それもびっくりした。本当にコメントいただくことで分かることって、そうそうそう、うん、北海道人って基本的にこう自分の方言に気づいてない人多いよね。方言なんて言ってないって思ってますもん、割と、ね、生らは分かりますけど。生らは分かるね。第6位、どどん、オリジナルカードゲーム死闘の結末。コメントはこれ、農林水産政策カードは全国共通にして、農林水産物カードをそれぞれの地方独自にすれば全国マッチもできるんじゃ、といただきました。確かに確かに、北海道のなんかやつだけでね、この前やってたけど、すごい面白いかもね。やってましたけど、でもやっぱりね、あの必殺技はさ、やっぱ北海道だけだからね、あのですね、あれね、北海道にしかいない、ザワゾウのフレイム。あれはちょっとね、他に真似できないよね。第5位、はい、超公務員級 YouTuber 新井さん獲得。カンジャンケジャンさん、出張中でもしっかり合コン好きそう。出た、結婚してますけど合コン大好きですね。ごめんね妻、ごめん、あの親戚もごめん。第4位、北海道伊達市で新鮮野菜を収穫。フレッシュパクチー seems to be delicious。 めっちゃ発音いいやん。これどういう意味なの、これは。パクチーは美味しいようだ。第3位、スイーツビュッフェ。生産者も消費者も喜ぶ動画だなとほっこりしながら見ていましたが、さらっと喜怒哀楽の守護神ザオも入れてきて、全てをかっさらっていきました。あ、ハピハピシャワーでみんな幸せ、あなたの笑顔は人類を救いますね。といただきました。ハッピーそうですよ、本当に。本当、ハッピー、最上級みたいな。ハピシャワー、ナチジル、ピシャー、懐かしい。第2位、視聴者からのコメントに反応してみた。第1弾、ふかちゃんかわいい、元気エール踊ってほしい。ザオさんごめんなさい、今日もテレビショッピングで海鮮松前漬けってそうな人だなと思いながら見ていました、といただきました。テレビショッピングとかやってみたいですよね。お待たせいたしました、お待たせしすぎたのかもしれません。はい、お披露目した。はい、なに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 、ふかちゃんの踊りが見たいです。
踊ってほしいな、確かに。見たいです。見たい見たい。いいですか、私踊っちゃっても。踊っちゃう、結構雰囲気なんだ。第1位、カーバリウムを知っていますか。ヌーンチャンネルさん、一子相変わらず癖強い、人体損傷には気をつけて。私、ヌーンチャンネルさん好きなんですけど、はいはいはい、石さん、なんで知り合いなんだ。なんで虎猫なの。たまたま大阪に住んでた時に、すごい友達で、自分の結婚式にもヌーン来てくれたりとか。たまたまね。たまたま、はい、普通の友達って感じ。落ち着いた。うん、じゃあ、あのね、そのうちヌーンとコラボとかも一応今話してて、ちょっと実現するかどうかはまだ分かんないですけど、うん、一応検討中です。はい、はい、というわけでボタッチのコメント7000でした。皆さん、たくさんのコメント本当にありがとうございました。ありがとうございました。さらに今回は今までコメントしてくださった中で、うん、コメントの回数が多い3名を発表していきたいと思います。気になるね。どうですかね。うん、第3位、ノワールクロさんで21回、第2位、チャミさんで33回、そしてそして第1位はアッタさんで36回です。めちゃくちゃよく見える名前、ありがとうございます。はい、ね、本当にすごい嬉しいです。本当にめちゃくちゃコメント気にしてますからね、実際我々って。顔いじりもお願いします、ね、お願いします。いや、もう何十回ですよ、顔いじられてるの。このあったさんと愛がありますよね、やっぱり、ね、うん、いや、でも本当にそれ待ってますからね、こちらも、うんうんうん、本当に嬉しいです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。石澤、1位のあったさんに一発ギャグしなくていいですか。やりましょう。やりましょうか。やってください。メガネしません、さっきまであったの。あれどこだ。あった。はい、ということで、今後ともこの生なでっかい堂と今日登場したオダッチ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどのあったの一発ギャグがいいと思ったら、はい、チャンネル登録とコメントといいねとあったをお願いします。俺のやそれ。俺のや。生なでっかい堂のザワとオダッチとチカでした。またの動画でお待ちしてます。